生子池は、上古式島の北東海岸沿いに横たわる関湖である。生子池の南東海岸沿いに並ぶ海池、桑崎池、すぐちと合わせて、古式4湖と呼ばれる。これらの池は、数千年前まで海岸線が入り組んだ入り江だったが、縄文海進の時期に上古式島北部の断崖が波で侵食され、海流に乗って運ばれてきたつぶてが冊子を形成し、 ついには海を区切って、海跡と異なった。浜は10センチメートル5センチメートル厚さ3から4センチメートル程度の、粒手が積み重なった歴浜であり、やがて海面が降下して、さすが、地上に現れ、現在の長木の浜が形成された。第二代薩摩藩主の島津光久が景観を、長目の浜と称えたことが、名称の由来である。丸い小石で形成された、 長さ約 2km のサスによって、東、シナ海から分離されているが、石の隙間を通して海水が出入りしており、潮の満ち引きに合わせて湖面が上下する。1998年の調査では、生湖池の塩分濃度は30から34パーミル、海池は20から29パーミル、桑崎池は5から9パーミル、宿地池は33.3パーミルだった。 直接海と通じているわけではなく、レキスを通じて、湖水、海水の交換が行われるため、水位の変化は、日本の他の気水故障と比べて極めて小さい。水位の変化は、生小池で最大23センチメートル、海池で最大4センチメートルであり、水変化の周期は2個で同じである。生小池と海池は、細い水路でつながっているが、海池の方が、 生子池よりも水位が高いため、海池から生子池に地水が流出していることが多いが、風向きによっては生子池から海池へ流出することもある。生子池は、面積0.52平方キロメートル、最大水深22メートルの寄水池であり、湖水面は海の干満に3から4時間遅れて上下する。 薩摩藩の時代に大村湾からの搬送中に入れられたとされる生子が名称の由来であり、現在も繁殖している。湖岸にはアコヤ貝が密生しており、ボラ、キス、姉妹先などの魚介類が生息する。海池は面積0.16平方キロメートル、最大水深11メートルの寄水池である。上部は流れ込んだ雨水で低濃度の塩水となり、 下部は、春から夏に侵入した海水が停滞して、高濃度の塩水となっている。下部の海水槽は多量の硫化水槽を含んでおり、特別な微生物しか生息できない。水深約5メートルにある上部と下部の境目には、バルト海沿岸の湖と海池のみでしか、確認されていないクロマチウムという、光合成用細菌が濃密に分布し、20センチメートルの 厚さの赤紫色の帯が広がっている。読みは、桑崎池または、河崎池である。生小池、海池とは、独立した湖で、表面積は0.14平方キロメートル、最大水深は5.9メートルである。塩分濃度は、5から9パーミルであり、淡水に近い。ありがとうございます。